グラフ、ロジェ・デュプイ、HYT、ティファニー、エルメス、デルマ、エベラール、セリーヌと、2ヶ月ごとに値上げを繰り返してます。短くないですか、スパン、はい。急がれた方がいいと思いますね。欲しいなって思う方は。売り時。売り時のすけです。売り時翔子です。本日は、8月以降のブランドの値上げ一覧をご紹介いたします。おぉ、また値上げするんですね。そうなんですよ。前回こちらでですね、各ブランドの値上げ予想っていうのをご紹介させていただいたんですが、8月から10月ぐらいまでの値上げ情報っていうのがまた出てきたので、そちら一覧にしてご紹介できればなと思うんですけれども、直近ちょっと値上げされたものを振り返るところから。売る時で月に100万以上の利益が出てる買い取り店が増えてきてます。今なら買い取り集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。じゃあ早速ですが、8月以降で値上げされるブランドについて触れていければと思うんですが、値上げされるブランドと時期の一覧がこちらです。上からですね、グラフ、ロジェ・デュプイ、HYT、ティファニー、エルメス、デルマ、エベラール、セリーヌということで、まあ有名どころで言うとね、ティファニー、エルメス、セリーヌなんかは、まあ皆さんこのあたりはね、もう知らない人はいないっていうぐらい有名なブランドですけれども、その他でも結構独立系の時計のブランドとかも入ってきてますね。詳しくお話ししていければなと思うんですけれども、8月にですね、値上げがされるのはこのリストのですね、グラフ、ロジェ・デュブイ、 HYT、 ティファニー、エルメスまででございまして、公式発表がなくておそらくされるんじゃないかっていう見込みのものも入ってるんですけれども、まずグラフですね、こちらが8月1日に値上げがされるんじゃないかというふうに言われておりまして、これは公式発表されているわけじゃなくて、お店に行っている人が店員さんから値上げ予定を聞いたという口コミがあったって感じですね。それはどうなんだ、信用高いのか。うん、まあわざわざ言わないですよね、それ。値上げがあるからぜひ購入してくださいっていう案内ができると思うんで、それで値上げしなかったらね、そのお客さんを裏切ることになるからしないと思うんですけど、その情報によるとだいたい 4-6% ぐらい上がるらしいですね。今これ撮影してるのが7月29日なので、公開される頃にはもう8月1日過ぎてると思うんで、答え合わせができると思うんですけど、結局上がらなかったよっていうのを見つけた人はぜひコメントください。一応前回の値上げが2022年の11月に行われていて、だいたい 10% ぐらい値上げされたみたいなので、そこからで言うと1年弱ぐらいのタイミングで、前回の値上げよりは少しこう率は低いというような形ですね。続いてロジェ・デュブイですね。こちらも8月1日の値上げを予定していて、こちらに関してはですね、正規販売店での公式の発表がありました。値上げ率のところはですね、ちょっと情報がなかったので、そちらは明確にお伝えできないんですけれども、前回が今年の4月に値上げされていて、その時はだいたい 8% 値上げされてたので、今回もそれぐらい値上げされるんじゃないかなというところですね。そこまでドカーッと上がるっていうようなことは前回もしてないね。8% 上がるってなかなかじゃないですか。僕が全く分かってないんですけど、ロジェ・デュプイは大体どれくらいの値段なんですか。高いのは1000万超えますよ普通に。それで 8% だったら確かにパーセンテージで見ると一桁だけど、80万とかが上がっちゃうわけですね。なんて言うんでしょう、安いものでどうだろう、500万とかじゃない。本当に高いのは4000万とか、もし4000万のが 8% 上がっちゃったらね、高級ブランドの 1% って怖え。続きまして HYT、 こちらも8月の1日値上げの予定でございます。これも時計ですね。ここは値上げ率と前回の値上げ率の情報もなかったので完全に未知数なんですけれども、超高級時計ですから6000万とか平気で超えるような、1000万超えは当たり前の時計なんで、スーパー上がるんだったら並行輸入店とかで7月に仕入れられたものを買うとか、急がれた方がいいと思いますね、欲しいなって思う方は。結構シャレにならない金額変わるのに、パーセンテージ的にそこまで大きくないからのか、発表がないっていうこともあるんですね。ありますね。まだ価格改定されますよって情報が出てるだけいいんですよ。サイレント値上げする場合もありますから。あ、そんな何十万単位なの。ありますよ、あります、全然あります、はい。一般人の僕にはわからない感覚な気がする。このあたりは欲しいなと思ってらっしゃる方はぜひちょっと早めにですね、並行輸入店とかだったらもしかしたら7月の価格のままで手に入る可能性もあるので、ぜひそちらを確認してみてください。続いてがですね、ティファニーですね。こちらが2023年8月の予想になってしまってるんですけれども、公式発表がないのでこちらはあくまで予想になりますが、値上げされるんじゃないかというふうに考えております。でその根拠が直近ですね、2ヶ月ごとに値上げを繰り返してます。短くないですか、スパン。はい、どういうことかっていうと、前回の値上げが6月で値上げ率は 6% だったんですけれども、4月、2月、去年の12月というふうに値上げを繰り返していってるんですね。これは毎回発表はなしですか。
前回はどうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、6月については発表あったみたいですね。今回は今のところ発表がないんで、まだ出してないだけかもしれないんですけど、全商品値上げしてるわけじゃないので、一部商品をこう値上げしてってるような感じなので、毎回 6% ずつ上げてって全部の商品とんでもなく値上がりしてるか、そんなことではないと思うんですけど、小分けにして2ヶ月スパンで少しずつこう値上げしてってるっていう感じなんだと思いますね。ちょっとこちらは8月1日ではないと思うんですけど、8月中にはおそらく値上げが発表された上で実行されるんじゃないかなと思います。ここも要注目ですね。続いてがエルメスですね。こちらもですね、公式発表はないんですけれども、8月1日に値上げされるんじゃないかと予想があります。今回もですね、ちょっとこれは口コミ情報になるんですけど、国内のブティック上で値上げがされるということで、こちらはですね、8月の1日からシューズ系とですね、プティアッシュというですね、そのエルメスのコレクションのところですね、ここが値上げされるというふうに言われています。だいたい靴だと 6% ぐらい値上げするみたいですね。エルメスの靴っていくらぐらいするんですか？エルメスの靴、まあ物によりますけれども、13から15ぐらい、20万超えるようなものもあるって感じですね。ブーツとかだともっとするのかな、30万40万とか、革が多いんで。でもなんか時計のね、値上がりに比べると 6% だろうと、破壊的な数値感ではないですね。まあ、そうですね。で、以上が8月に値上げされると発表内緒は予想されているものになります。売り時、続いてがですね、9月に値上げがされる予定のものなんですけれども、まず一つ目がデルマ。こちらは時計ですね、スイスの高級時計でございまして、こちらは正規販売店の公式発表はあるものの、パーセンテージは出てないということで、2023年9月1日に値上げがされるということでございます。結構ドレックスに似たようなデザインだったりねしますけれども、価格帯的には2、30万ぐらいって感じですかね。シリーズによるんで何とも言えないんですが、もちろん高い時計ではあるんですけど、超超超群青時計みたいな、なんかそのレベルの数値感のっていうほどの値段感までは行ってないってことですね。そうですね、だからまあ20から40、50ぐらいのところがメジャーなラインのブランドになってるんで、5% とかってなったら2万値上げなんで、ちょっと手痛いは手痛いですが、まだロジェ・デュブイとかの値上げによるダメージに比べたらまだいいかなって感じですね。うん、なんか許容範囲というか、まあ、うん、これだけインフレとかもいろいろ起きてるんだし、そうだよな、みたいな感じでなんか納得できる感じもありますね。そうですね。続いてがですね、エベラールで、こちらは2023年9月15日に値上げするというふうに正規販売店で発表がありました。こちらはですね、約 9% 値上げするということで、今年の12月にもですね 9% ぐらい値上げする予定だという情報もありましたので、そうすると大体 20% ぐらい値上げってことになるんですかね。なかなかですけれども、こちらも時計のブランドですね。大体価格帯的には50万とかですかね。50万から高いものだと100万とか、まあ、もちろんちょっとシリーズによって異なるとは思うんですけれども、彼らの王道のシリーズっていうところで言うと、大体50万から100万ぐらいの価格帯のところなので、あの価格帯で 20% 1年通してにはなりますけど、アップってなると結構攻めてますよね。このあたりはもしかしたら今が買いかもしれないですね。わからないですけどね。なんか高級ブランドなんであれば、まあ、ある程度やっぱり高くてもいいかなとは個人的にはやっぱり思うんですよ。その値上げをしたことによって人気が出るとかっていうことも一定なきにしてもあらずなんじゃないかなとは思うので、一つ欲しいんであれば今が買い時ではありますし、投資投機目的だとしても今のうちからチェックしていくのはありなのかなって感じですね。そうですね。9月の値上げ予定のところは以上になります。売り時、最後に10月の値上げ予定のところなんですが、こちらはセリーヌですね。こちらもですね、公式発表はなくと真偽不明の口コミ情報っていうところになるので、あくまで予想っていうところでご了承いただければと思うんですけれども、2023年3月にはですね、前回の値上げで 5% から 25% 値上げされているという形になります。じゃあ昨年どうだったのっていうところで言うと、去年はですね5月と11月に2回値上げされてるんですね。なので10月に仮になかったとしても、11月、12月っていうところで今年中にもう一回値上げはあるんじゃないかなと思います。結構その商品によってばらけると思うので、またまあ安い値上げ率のものは 5% 程度、高いところだと 20% とか 25% とかっていうところが値上げされるんじゃないかなと考えてますね。 25% はだいぶ大きく感じますけどね。はいですね。結構毎年毎年 LVMH 系はなんか結構強気に値上げを繰り返してってますね。今セリーヌしかり、ビトンしかりですね。結局高くないと高級ブランドの価値っていうのってやっぱないとは思うんですよ。高級ブランドなんですからね。って考えた時に世の中的な金銭の価値っていうところが動けば、これ連動して結構細かく動いていく必要性はあるのかなと思うので、こういう値上げっていうのは仕方ないというか、あってしかるべきなのかなっていう感じがしますね。売り時、
ということで、今回はですね、直近の8月、9月、10月の値上げの情報をまとめてお伝えさせていただきました。もしですね、過去の各社の値上げの状況というのが知りたいなという方は、前回公開したこちらの動画を見ていただければ、かなり詳しくそちらでは触れておりますので、ぜひその動画を見ていただければと思います。それでは、この動画がいいなと思っていただいた方は、高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた、広がれニュース。